はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。大学入ってからという形になってしまうんですが、もう今のうちにちょっと言っときましょうということになります。まあ、ニュースなんかでもよく言われてることなんで、まあ、知ってるかなとは思うんですが、就職活動ありますよね。就職活動、就活が変わりますというふうな形になります。経団連、経団連の方が、発表したことになるんですけれども、昔はですね、就活っていうのは、新卒一括採用っていうのが主流の時代だったわけなんです。はい。私の頃もまあ、そうでしたね。はい。で、新卒の要するに採用時期っていう風な形になるんですけれども、例えば何月から何月の間に、要するに就活してくださいねっていう風な形にまあ、なるわけなんですよ。で、そういう風な形で、まあ、要するに、みんなが一斉に動き出して、みんなが一斉に内定を取り始めますよ、みたいな感じになってるんですけれども、一応はね、まあ今の段階でもすでになってないですけれども、就活が根本的に変わります。時期を要するに、いつ採用してもいいし、いつ採用の内定を出しても構わない、というふうな形に、まあ今なってるというのが、就活という形になっています、という形になります。つまり、これ何が言いたいかっていう形になるんですけど、今の日本ってね、要するにまあ日本型の雇用じゃもうなくなってるんですよ、はっきり言うと。はっきり言うと、日本型の雇用とかね、ないんですよ、そんなもん。現段階で。まあ今までだったら、例えば新卒になりました、大学4年間卒業しましたって言って、大学4年卒業して、で、会社に勤めて、で、会社に勤めて、要するにずっとその会社にいますよっていう時代ではもはやないということなんです。で、それで何が言いたいかっていう形になるわけなんですけれども、これから先の要するに就活は多分こう変わるだろうなっていう形になるので、まあ皆さんそこのところをやっておきましょうということになります。まあ端的にはっきり言わしてしまう、言わしてもらおうとするならば、新卒で大企業に、まあいい会社に入るのが非常に厳しくなってくるということだけ、まあ皆さん覚えておいてください。はい。非常に厳しくなってきているというふうな形になります。で、これね、一つはね、大学生自体が二極化してるっていうのも正直あります。はい、できるやつはなぜか知らないけど、異様にできると。で、できないやつは異様にできない。これはいわゆる一流の大学と、でも大体一緒です。もうできる人は別にお前会社に勤めなくてもいいだろうっていうぐらいの実力あります。はい。お前会社に勤めなくてももう別に何もしなくても別に生きていけるよね、みたいな。感じの人からそうじゃないっていう、要するに二極でバコーンって分かれちゃうんですけれども、この要するに何が厄介になってくるかっていうと、今まではその新卒であると、はい、新しく要するに大学新卒であるっていう風な形になったら、要はその新卒で採用しますよっていう風な形がまあ主流だったわけなんですね。で、これはメリットもあったんですよ。大企業側にもメリットがあって、新卒も何も知らないですよっていう人を、要するに自分の会社のカラーに染めてきちんと20年30年働いてもらうっていう風なのが、要するにメリットがあったんですね。これは第二次産業が多かった時代はこれで良かったんです。第二次産業が多かった時代っていうのは、新卒の採用者をガバッと要するに取って、で、その要するに技術の発展とか、その技術力を要するにつけてもらって、会社の技術力の向上のためにやって、そこの要するに内部の事情を分かってもらってやるという風なのが非常に良かったんですが、良かったんですが、今ってね、40代ぐらいとかってリストラバンバンするんですよ。まあ簡単に言うと。大手企業って、40ぐらいで一旦役職定年とかやっちゃって、バコーンって要するに、首にしちゃうとか、いう風な形になったりっていうのは結構あります。まあ、追い出し部屋の問題とかあるんですけどね。あるんですけれども、っていう形になるんですよ。そうするとですね、何が問題になってくるかっていうと、その大手企業に40まで勤めていた人っていうことで、まあ、何もしなかった人は別です。もちろん何もしなかった人はそれは大変能力が劣ってる状態になるでしょうが、実際そんなことなくて、やっぱ40代ぐらいまでやっぱ大企業でいた方っていうのは、やっぱりある程度やっぱ優秀なんですよ。少なくとも新卒で大学出てきたばっかりっていう人よりは優秀だったりするケースっていうのはやっぱあるんですよ。これはもう。で、人間ってそうなんですけど、やっぱり20年間やっぱね、仕事してたらね、やっぱりスキル、何らかのスキルやっぱつけてくるんですよ、みんな。そらそうですよね。皆さんだってわかるじゃないですか。大学4年生の20年前って考えてみてください。大学4年生の卒業した20年前って言ってください。2歳ですよ。2歳とか3歳ですよ。
なんぼ言うても2歳、3歳の子に負けるやつおらんねやって話じゃないですか。相手がはじめちゃんやったら別ですよ。あの、バカボンのはじめちゃんとかやったら別ですけど、普通に考えたら、負けないでしょ。ってなると、この新卒の一括採用っていうのが減るんですよ、どう考えても。つまり、既卒との戦いになっちゃうんですよ。だから、今要するに新卒で入りますっていう風になったとするじゃないですか。新卒で入りますっていう風になったとしますよね。あの、大手企業に新卒として入りますっていう人と、要は、会社をクビになりましたとか、会社を倒産がしちゃいましたっていう、その優秀な会社員、もともと優秀な会社員とかと、こう、戦わないといけなくなるということになるんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、大学4年生の段階で、社会人と勝負をしても遜色のない水準まで持ってかないといけないという形になるんですね。これが要するに時期を統一しないですよっていうところの怖いところ。時期を統一しないで、こっからここまで新卒で採用しますよっていうので、やってこないってことは、いつ卒業したか、いつ要するに入学したかっていうことを関係なく取っちゃうっていうふうな形になるんです。だから、下手すると大学1年生で優秀な生徒っていうのがいたとした場合に対して、もし大学辞めてうちの会社働くんやったら、うちの会社来てもいいよとかいうことも、まあ可能なんです。可能になってくる。だんだんなってくるはずです。で、これ、なんていうんですかね。アメリカとかやったら確か普通にあったはずです。で、もう一つ大事になってくるのが、昔だったらね、大学1年生、大学2年生ぐらいだったら、まあ、ウェイウェイやってたらよかったんですよ。いや、私の頃ですらそんなバカいなかったんですけど、そんなバカはいないんですけど、インターンっていうのが重要になってくるんですよ。インターンシップっていう。で、例えば、金融業界に例えば勤めたいですと、銀行業界に勤めたいですとか、金融業界に勤めたいですっていう人は、もうね、大学1年生の時から、もうずっとそのインターン行ってるんですよ、ずっと。その銀行とか、その信用金庫とかの、その、信用金庫、信用組合、あとは地方銀行ですね。こういうところのインターンシップっていうのは、大体春、夏、冬と全部行くんですよ、みんな。で、こうやってインターンシップで要するにもう実際の実務経験とかを積んでくるっていう人たちが実際本当にいます。で、この多分インターンシップっていうのがさらに拡大されるんじゃないかなっていうのが私の予測です。だからもう、だから早い段階でもう要するに囲い込みはもう囲い込みとしてしたいので、もうインターンシップガンガン打ってきて、もう要するに、打ってきて、もう大学3年生でもう要するに卒業間近ですよっていうふうになったら、もうインターンシップやりまくってる人からもう片っ端から採用しちゃって、もう大学4年生の頃にはもううちの会社応募してないですよと、募集してないですよっていう風な形に多分なってくるだろうなという風な形になっています。つまり、もしこれを見ている保護者の方々の中で、自分の子供を大学に入れて、まあいい会社に就職させたいですって思ってるんであれば、今までの就活ルールとは全然違うんで、就活ルールとは全然違うんで。私も保護者の方と就活の時の話聞いてると、え?ってなります。何言ってんのって思います。で、私就活何回も言いますが、したことないんです。はい。何回も言いますが、したことないんですが、私就活はどういうふうにやるかは知ってます。はい。知ってます。ちゃんと調べてます。はい。ちゃんと調べてますし、どういうふうにやって、どういうふうな形で、どういうふうにやっていくんだっていうことはちゃんと知ってます。それ大学1年生の時に調べてます。ちゃんと。はい。というふうな形で。で、ここが大事なところなんですけど、就活は鼻からする気がない人間ですら知っている情報よりも、就活をしていい会社に入りたいと思っている人が知りませんでしただったら、それは入れるわけないでしょって話なんです。わかります?そんな人欲しいですか?あなたが大企業の社長だったら。あなたが大企業の人事部だったらそんな人欲しいですか?そいつ働く気ないでしょ?というふうな形になる。わかりますか?だから、もう大学入ったら遊べるって思ってるのは、もう勘違いのいいところです。勘違いのいいところです。だから、大学入ったらもう次のステップに対してちゃんと動いていけるっていう人以外は、もう就職諦めてねっていう社会にどん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 なってきます。だから、新卒の採用すっごいしんどいです。だから、新卒で採用される、いい会社に採用されるっていうのは、すごいしんどいと思っております。で、もう一個こちらっていう形になってくるんですが、AI の登場ですね。AI の登場。はい。AI の登場で、何が厄介になってくるかっていうことになるんですけど、頭がいいだけのやつはいらないんです。はい。頭がいいだけですっていうだけだったら、やっぱりいらないです。で、もう、それに、実は行く前の話の段階で詰まってる人がいっぱいいるんですが、
大学行くときには文系なのか理系なのかっていうのをしっかりと決めておいてください。いいですか？文系系の職種に就くのか、それとも理系系統の職種に就くのかで、意味合いが変わってきます。ね。例えば、看護師とか、保育士とか、まあ、そういうふうな形で、まあ、ある意味理系系の職業という形になるんですが、資格を持って何かをするとか、いうふうな形になるときは、まあ、理系系の職業って、その曖昧な部分は確かにあるんです。曖昧な部分はあるんです。ですが、皆さん覚えておいてほしいのは、文系の職種、文系の、大学に進学したいですよって言った場合は、あなたは営業マンとしてやっていくんですよねっていうことが大事になってきます。いいですか？対人コミュニケーションスキルを磨かないと営業職ってはつけないので、文系に選んだ時点であなたは営業マンとしてやっていきますよってことになります。ところがですね、もう意味がわからないんですが、文系を選択する大学生の約 80% ですかね。80% ぐらいだと確か、私が調べたデータでは、80% が営業職に就きたくないっていうんですよ。いや、なんで文系に行ったなんで文系に行った人とコミュニケーションをしたくないんですって言って文系に行きますって意味がわからないです。はっきり言うと。はっきり言うと意味がわからないです。だって皆さん、もう一回考えてください。文系の職業って何ですかって話です。何でもいいですよ。弁護士ですか公認会計士ですか税理士ですかね、資料ですか？知財とかを扱う、なんか、資料免許ってありますよね。資料免許ですよね。お客さんと営業するでしょ？しないんですか？お客さん何も言わずに弁護士がこう適当に喋ってることは、はいはいって言ってお金払うって、そんなアホなお客さんいます？違うでしょ？例えば、刑事の弁護をしたりする場合に関しては、その被害者のところに謝りに行かなきゃいけなかったりとか、実際その加害者の人と話をして、打ち解けていって、どうやって弁護しなきゃいけないか、民事だった場合に対しては、これはどういう技術なんですかっていうんで、例えばそういう形になるわけでしょ。ドラマとかで見ません？弁護士の仕事とか。ね。それはもちろん、ドラマにかやってることが全部正しいっていうつもりはないです。しかしながらですね、その資格を取りますっていうことになるんですけど、文系系の職種は資格を取るでもどんな形でも結構なんですが、人とコミュニケーションをしてお金を得ていくっていうのがそもそも文系でしょ。理系じゃないんでしょ。理系だったら違いますよ、確かに。理系だったら技術をガーって磨いていって、ちょっとコミュニケーション能力低いんですという状態であったとしてもですね、すごいもん開発できるんですっていうふうな話になった場合に関しては、その技術職として、まあ、やっていけるってことはあるんでしょうが、いや、でも理系でも、まあ、営業が全くない部署なんてないですからね、はっきり言うと。人とコミュニケーションを取らなくていい職業って、例えばなんかあるんですか？なんか YouTube で、なんかずっとやっていくとか、そのゲーム実況だけしていくとかいうんだったらいけるかもしれませんが、いけるのかもしれませんが、基本ないわけです。だから、文系に進みましたよってことは、もう 100% と言っていいんですけど、100% 近い形で営業職に就きますという形になります。はい。で、なんかね、わけわかんないこと言う人いるんですけどね、文系に進んでなんか資格をやりたいですとかね。大学4年ね、卒業してね、何も知らないね、レベル1の勇者がね、いきなりね、メラゾーマ使えないでしょ。メラゾーマ使います？うらーっつって。そんななんかチート機能じゃないんですからね。っていうことになるわけですよ。そうすると企画職に就きたいです。まあそれは結構ですよ。企画職に就きたいですって。そしたら現場回らないと。現場回らないと企画なんかできるわけないじゃないですか。その仕事がどういうふうに売られてるかって、どんなふうに要するにやられてるかって、どんな苦情来てるかとか、現場はどういうふうにアップアップしてるかとかいうのが、外を見て足つこうぜ、こう要するに見んことにはですね、どうやってわかるのっていう。話です。それはね、今インターネットの世界で AI でね、インターネット調べればなんとなくわかるっていうのはわかるんですけどね。その全ての職業ね、全部 AI に、なんか AI で全部やってるっていう、そんな高度な会社ばっかりはないんですから、ね。っていうふうな話になった時に、営業でやっていきますよということになります。しかがって、その大学を例えば選ぶときね、大学を選ぶとき、文系に行きますって言ったときに、営業嫌いですって言ったら、お前って職業何つくんやっていう話になりますよ。よろしいですか？だから、なんでもそうなんですけど、本当に大学行った時に舐めてかからない方がいいです。これはもう本当に優秀な大学に受かった人の方がもっと言っとかないといけないのかなと思いますけど、優秀な大学行ってって言うんですけど、優秀な大学行っただけで別に1円も稼いでないので、
君はお金払ってる側なんで、お金払ってる側になってるんで、お金を儲けるのとお金払うのと意味が違うじゃないですか。ですか？お金を払ってコンビニで弁当を買うのと、ね、お金をいただいてコンビニで働くのと、この楽さって違うでしょ、要は。難しさが。わかりますか？というふうな形になるから、就活が全面的に変わりますよ、というふうな形になる。流行って2020年ぐらいから変わるそうです。はい。というふうな形になるので、もう大学入ったらもう次のステップ、ね、次のステップを考えて、ちゃんとやっていくというふうな形を取らないとダメです、というふうな形になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。